こちら、サミさん、英文法の時間がやってまいりました。本日の問題はこちら。10秒間でお願いいたします。さあ、正解は、なんか C か D ですよね。で、まずは選択肢の A からでございますが、関係代名詞の that の右は、皆さん、いきなり動詞でございますので、主語がない。例えば、consume、消費する。自動した動詞、大丈夫ですね。消費したよー。なーにょー。ということですので、ただし。じゃあ、後ろに目的語があるかな。で、皆さん、これ、空手の右側見ていただいても、目的はないですよね。で、皆さん、掛け名詞の後ろに主語がなかったり、目的はなかったりと。まあ、その現象皆さんご存知かと思いますが、皆さんこういう感じで2つ以上ないものがあるとということですので、皆さんちょっと下をご覧ください。関係代名詞の右側に不足しているものは1つだけですよね。ですからこんな感じで2つ以上不足しているものがあれば、それは英文法上皆さん成り立っていないと。ということで A は×ですから同じような現象が選択肢の B にも起こっておりますので B も×。じゃあ、皆さんのことは選択肢の C と D ということでございますが、皆さん先ほど確認した通り、皆さん、come、現在時制。で、皆さん選択肢の D、are ということですから、現在時制。で、選択肢の C は、なんか過去時制かしら、と思う方、多いかと思います。ですから、選択肢の D、選んだ方いらっしゃいますよね。ですから、皆さん D は、皆さんこれ、are がございます。それはこれ絶対動詞ですよね。で、これ、空手のミーアは、で、come、お、これも動詞だ。ですから、動詞が2つあれば、接続詞が一つ必要。じゃあ、まずこれ空手の左側には見ていただいて、接続詞、もしくは関係詞があるかと言われたら、ないので D は×。よって正解は C。で、選択肢の C ですね。これちょっと過去時制に見えてしまっている方、落ち着いてください。では、この数は先ほど確認した通り、他動詞。で、後ろに目的語があるかということですが、まずこれ空手の右は、目的語はないですよね。ですから、あとは思い出すだけでございます。他動詞の後ろに目的語がなければ、受動態、もしくは過去分詞にすればよろしかったですね。ですから、この選択肢の C は過去分詞。ですので、これは空詞のところをコンスームと入れていただきますと、日本で消費されているリンゴ。で、それの多くが come from 長野 prefecture ということで、長野県からやってきております。つまり、長野県産。ということですから、皆さん、空詞の左側、apples、そこにかかっていく過去分詞。と考えていただけると一件落着。では画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。あとは画面の右側ですね。皆さんの指の上で隠していただいて、で丸一番に入る動く、それをスラスラ言えるようお活用なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。